建設中のイーズ橋。イーズ橋は、アメリカ合衆国を流れるミシシッピ側にかかっている、鉄道道路併用橋である。イーズ橋は、セントルイスとイーストセントルイスを結んでいる。セントルイス側の北には、ラクリーズランディング、南には、ジェファーソン・ナショナル・エクスパンション・メモリアルがある。橋の名前は、建設を担当したエンジニア、ジェームズ・ブキャナン・イーズから取られた。 全長は1964メートルで完成した1874年当時世界で最も長いアーチ橋だった。構成のリブアーチ橋はとても大胆な試みで、イーズ橋は主要材料に鋼鉄を最初に用いた大きな橋として知られている。また、イーズ橋は建設するときに型持ち方式とニューマチック系損工法を使用した最初の例の一つである。 そのため計損病が多発し、15人が死亡、2人に身体障害が残り77人が深刻な、症状に悩まされた。飯津橋はセントルイスのターミナルレールロードアソシエーションが所有していたが、1989年にマッカーサー橋が完成すると、車の所有を離れた。現在では、上層が歩行者と自動車用。 火葬がセントルイスのメトロリンクによって使用されている。飯津橋はミシシッピ川を渡り、セントルイスに達する橋のうち一番古く架けられた橋である。その当時は南北戦争以前とは違い、河川交通の重要性は低くなり、シカゴが西部の商業の中心として台頭してくる頃だった。飯津橋はシカゴの優位をひっくり返す切り札と考えられていたのである。 リブアーチはすでによく知られた広報だったが、それでも、イーズ橋は大胆な橋とみなされた。交換からなる三つのスパンは、両岸の橋台と川の中の二つの橋脚に支えられている。上層と下層それぞれのために、アーチは2.4メートル離れた二重になっている。イーズ橋の建設にあたり、様々な難題があった。州と連邦政府は、吊り橋と跳ね橋、 木製の橋を禁止していたし、スパンの大きさと水面からの高さ制限もあった。東岸の反乱源は低く西岸は崖のようになっていた。また川底の岩盤はとても深かった。しかしその結果として精密さ、正確さは画期的なものとなった。イーズは鋼の持つ圧縮強度がアーチ橋にふさわしいと主張した。イーズ橋は 大きな建造物に中造クロム鋼を使用したほぼ間違いなく最初の例である。しかし一方で連鉄も大量に使用されている。川底の岩盤が深かったため軽算工法が使用された。工事中は川船の航行を妨げないようにアーチを支える足場を建設することができなかったので工事は型持ち工法を用いて行われた。ありがとうございます。